もうちょっと増えるし、ね、そうたくさん食べるから糖をたくさん取ったりすることになるので、ちゃんと食べてる内容にもあるんです。MD を食べてくれると少なめにいけるけど、普通のキャットフードだと多めになる。はい、じゃあごめんなさい。はい。これ、ごめんなさい。はい。あ、これも出しますよ。あ、よかった。インスリン出すときは、多分今日はインスリン出さないんだけど、あの、今晩から明日の朝にかけて食べてくれたら、明日インスリンも昼食も出しますから、はい、これもね。これね、どう用意するこれこちらで。俺は今日、これをって思ったんだよ。これそう、だってこれをシュッてやってからの注射の方が全然やりやすい、うん、そう、私こっちの方がやりやすい、うん、確かにね、スプレーちょっとかけてたらやりやすいんですよ。 あの毛がこったとこうなるので、私こっちの方がやりやすい、両方使うとなおやりやすいと。これとこれは一緒なんですよね。違います。これはアルコールです。でこっちがこれは保湿剤です。あ、じゃあ保湿剤で、保湿剤がないよ。ああ、いや、これでやった方がやりやすい。はい、でまずはあの、はい、いいですね。そう、いいってください。でこれあの、はい、このプロジンク用の注射器です、はい。ちょっと慣れてもらうためにちょっと短い針で練習してもらったんだけど、はい、見、はい、てください。あの一番最初に使ったやつでちょっと長い。ちょっと長いやつよ。私これは苦手だ。こんなこと言って。長い短いのの方が良かったかも。で。それ先生さ、あ、それね、これね、うん、あの消毒する前に、うん、ゆっくりさ浸透とのかき混ぜてください。どうしても下の方に溜まっちゃうから、あれガーンと振らないで、し優しくね。はい、それでアルコール、うん、ちょっとそうですね。5ぐらい吸っちゃって、そこでポンポンってやってもらって、ここに吸ってもらって、これだけでいいの？何言えば上に空気が抜けるか。そうです。それで眠りを自分の方に向けといて、2で、はい、OK です。いいです。寝てください。あ、もう蓋はいいです。連れてきて。さあ、で私が見せますので、はい、ちょっとインスリンをやっていただきたいんですよね。はい、もうその時はどうしてもこうジュリを止めといてくれないで、で、あの、そうか、じゃあこの辺にちょっと置いてもらっていいですか。注射器、このように貼り、そう一人でいっぱいこれをできる。うん、ジュリ君ごめんね。いや、私ないです。あれ、うん、私が打ってたんでは結構いつも空いたことね。はい、じゃあこれで消毒してください。まず柔らかいところをこの辺に固くなってるかな。この辺で一番小さいつけるんですよ。だから今日はそっちに来たのね。あ、じゃあこっち向きですね。いつもそう。いつもそう、そっち向きでやりやすいです。いえいえ、で、地肌を出したいんだけど、そう。あのね、今の、ね、アドバイスね、もうここでやってもらいますけど、もうちょっとこうやってやって、そうそうそうです。だからまあ今もそれで、うん、なるほど。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。ちょっと、なんかちょっとここです。あ、ごめんね。もう一つ足しますよ。あ、この瞬間にちょっと押して、はい、
本当はね、もうちょっと言わせてもらうとね。はい、いいですよ、まあ、こっち側に行くんですけど、私は見ててこう、本当ね、こういう注射こうやってやって引いてから血管に入ってないのを確認してから打つんです。もう血を、そう。だけどこのここら辺の場所はよっぽど、特に真ん中のラインはよっぽど血管がないんで、もうだからそこまでしなくてもいいから刺したらそのまま。ただ地肌で刺さないと。手の多いところでこうやってやっちゃうとさ、ね、手の中に入ってるだけのことがあるから、インスリンが入ってないこともあるんで、だからそう、めんどくさいけど、こうやって、こうやって、で、皮膚を、地肌を出すのを、ちょっとこうやって、撫でてあげれば、出るじゃないですか。そうそうそう、そういう感じ。うん、で、ここでシュッと。そこでシュッと。なるほど。ワンプッシュ。ほんで、右で、頭をこっちにした方が気を逆らっても出るからいいのかもしれない。うん、そうだから私の この方がやりやすい。だから本当はご主人もこっちにしといて。最初うちらは先生側のこっちから打ってたから打ちにくかったの、うん。こう、そう、こうしといて、でどっか地肌を出しといてもらって、そう、そこを狙って、ポンと打って、うん、はい、そういうことですね。そうそう、こうして。だからこうしといたらこっち向かって刺すとしてそうだね、その方がだから右利きだから右で打つわけだから、うん、毛が逆らうからそっちの方がいいかも。だからこっちの手でアルコールと一緒に皮膚をつまんでちょっとだけこれを開けてもらうと、うんうん、やってみてください。そしてなってる状態で親指、人差し指じゃん。親指の方。3点セット。親指と人差し指の中指です。で、そうしたら見える。少しずらして、うん、で、それで刺す。白いところに刺す。手のところじゃないのか。うん、はい、ちょっと上とかして。習ったのが逆だったから、ね、ごめんなさい。いえ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 、まあでもさ、極端なことはどこでも受けれます、インスリンがね。なるほど、うん、ごめんね、インスリンはどこでも。疲れちゃったね。さあ、はい、じゃあもう一回吸入酸素にして、朝、朝ここ打ったから指のとこで、これはこのセットをこっちは次はないんだっけ。これで、うん、あのなんか袋に入れて貯めといてください、はいはい、で今日の夜はお家は打たないから、はい、今日は出しませんので、はい、で今晩ちゃんと食べてくれたら明日インスリンとかアルコール免許とか出しますんでね、はい、でもし全然食べないんだったらちょっともっともっと買いに行きます。だからなんとかね食べてくれる、あのまあ15グラム食べ、今無理食べさせないか薬と一緒に、だからそうすぐは食べないと思います。でもちょっと時間が経ってさ、ごそごそ動いた後ぐらいに、まずはお水を飲まなかった、はい、お水を飲んだら食べる可能性があるんで、お水は案外ちょっと折り返し電話するんですよ。病院に来て、あ、来たいの、じゃあいいよ。ね、まだここでも自力でほとんど食べてないから、薬使った時戻ったからって言って絶対食べるかどうかわからない、うん、だけどやらんことには忙しさっても、うん、でケトンが手が消えないとそれは絶対無理だからさ、2日今のとこケトンはもう消えてるし、だけど油断してるとまた出てきますよね。だから18、17の夜からかな、消えてる、違うよ、一昨日から消えてるのかな。15日の夜に1回消えて、16日は出たんですよ、ケトンが。うん、で1回消えたけどまた出た。出方が2プラスとか、それがプラスマイナスプラスで、17からはケトンが消える。17、18、19、20。今日20、今日20。そういうことなんですよね。まあ、とりあえずちょっと自分もゆっくりできる時間帯じゃないと、ああいうご飯をあげる。ああいうね、あれがしてあげられないので、とりあえず今日はまあ何時に帰れるかは分からんけど、今から準備だけして、まあ、それであの
そう、おしっこ の、 あの、うん、検査のあれもらってからって言ったらね、あのケトンとブドウ糖の測るやつ、あれって返しました。あ、はい、あ、それください。手袋は一応いらんと思うけどさ、もう買わなかったから、ね、もう一日持っててくる、本番も使わなかったのもらいます、はい、でこれも大丈夫ですか先生、うん、いいですか、いいですか、はい、はい、じゃあね、ちょっと10分ぐらい酸素化して連れて帰ってもらいますのでね、じゃあ10分ほどお待ちください、はい、箱はちょっと集まってます、はい、すみません、ごめんなさい、はい、ひどい君ちょっと待ってて。